セシル・ビー・デミル、セシル・ビー・デミル、セシール・ブラウント・デミル、1881年8月12日から1959年1月21日はアメリカ合衆国の映画監督、20世紀前半の映画創成期に最も成功した映画制作者の一人、1881年8月12日、マサチューセッツ州にてオランダ系移民の父と、 イギリスより渡米したドイツ系ユダヤ移民の母との間に生まれる。デミルの両親は脚本家であったが、デミルが12歳の時に父親が亡くなったため、デミルの母親は生計を立てるために女子のための学校と劇団を設立した。デミルは演劇学校で演技を学び、1900年に舞台俳優としてデビュー。その後の12年間は俳優として また母親の劇団のマネジメントを手掛けた。1902年、21歳で、コンスタンス・アダムスと結婚。4人の子供に恵まれている。兄のウィリアム・シー・デミルも、同じく映画界で、脚本家、映画監督として、その名を知られるとともに、孫娘のセシリア・デミル・プレスリーも、映画プロデューサーとして活躍している。また、息子のリチャード・デミルは、ジャーナリストとして、 マーティン・マク・マホーンとの共著、呪術師、カスタネダ世界を止めた人類学者の巨実という本を出版している。1920年代の人気が訪れるよりも前に、1913年以降の監督第一作ほか、数多くのサイレント映画の短編作品を監督した。エジソンの作った映画特許会社、m p p c スタジオシステムの手から逃げるために、 ハリウッドで映画制作をしたのである。1913年には映画プロデューサーのジェシー・エル・ラスキーらが設立した映画会社にてハリウッド初の長編映画80分以上であるスコーマンを監督し人気を呼んだ。1915年にはチートで早川雪舟をトップスターにしたほか運転手兼従者に山部という日本人を雇っており、 欧州旅行などにも同行させていた。1920年代のデミルは、第一次世界大戦後の公共期における大衆の協力志向をトライヒット作を連発。デミルは、ハリウッド映画の創世期の実力者にのし上がる。デミルの成功の秘訣は、たとえ男性客を喜ばすようなシーンであっても、女性も画面に釘付きになるように演出を仕組むことにあった。 例えばバスルームのシーンでは、バスローブもネグリジェも最高の品を用意させ、女優たちが身につける豪勢なジュエリーなどの宝石類は、すべて本物で撮影した。誰もが目を奪われるほどの絢爛豪華な衣装は、デミルの映画の代名詞ともなり、多くの女性客を魅了した。このような金に糸目をつけない派手な演出は、多くの集客に効果を見せ、夫やボーイフレンド連れの女性らが、 デミルの映画を見に劇場へ通うようになった。しかし、このような演出で撮影された作品群に保守派や宗教団体らが黙っているわけはなかった。デミル自身、一斉に自分の映画が世論からボイコットされる予感もしていた。10回、1923年制作前後、デミルの作風は再度転換期を迎えた。 旧約聖書という固い主題の作品を扱えば、そのような世論の動きが静まるのではないかと、映画制作へ踏み切った。しかし、デミルの豪華主義は相変わらずで、映画会社の制作資金を湯水のように突き込んだ。劇中では三千人もの辞任や何千頭もの家畜をエキストラとして動員し、モーゼが後悔の海水を割るシーンの派手さは、後々までの語り草となるほどであった。 予想に反してこの映画がヒットし、制作費を超える収益を上げたデミルは、続けて、キング・オブ・キングス、1927年、ボークン・ネロ、1932年、クレオパトラ、1934年など一連の歴史ものを制作し、次々と成功を収めていく。この頃マスコミは、社内で大勢の側近を従え、シルクのシャツに乗馬用のブーツを履き、 写真参考キザにメタスタイルのデミルを揶揄し、デミルの所属するパラマウントスタジオをデミル王国とも呼んだ。1927年5月11日に設立された映画芸術科学アカデミーの36名の創立会員の一人としも名を連ねている。次にデミルの作風が転換したのは西部開拓史を舞台とする作品を取り始めた1930年代後半である。 この頃の平原寺1937年や大平原1939年などの作品はアジアやヨーロッパにおける戦運垂れ込める中揺れ動くアメリカの世情を反映しアメリカ国民の愛国心を鼓舞することを意図した作品群と位置づけられるまた追いを迎えようとするデミルの制作姿勢の変化を印象づけた第二次世界大戦後の晩年には 時代の趨勢により、テレビに押された映画の復権を目指すようになった。デミルにとって映画は、自らの人生をかけた王国であり、領域であった。すでに映画界での名声を確かなものにしていたデミルは、監督以外でも、ビリー・ワイルダーのサンセット・を通りに、本人役で、亀を出演し、その存在感を示している。この頃の監督作品である、地上最大のショー、 1952年では、翌年の第25回アカデミー賞の作品賞、脚本賞を獲得し、監督賞にノミネートされた。また1952年、ゴールデングローブ賞を運営するハフパは、エンターテインメント業界に多大なる貢献をした人物に与えられる、従来の部門やカテゴリーの枠を超越した永年、厚労賞の新設を決め、ゴールデングローブ賞の中に、 サイレント時代から斬新なアイデアでスペクタクル映画を制作し映画界を先導してきたデミルの名を冠したセシルビー・デミル賞が設けられた。栄ある第一回受賞者はデミル自身である。より多くの集客を目指し対策映画に見せ物的要素を加えるなどの工夫を凝らした。1956年75歳にしてかつての自分の作品。 重回を新たに取り直し、すでに重篤な心臓発作に見舞われる中、執念で10回を制作、監督。翌年の第29回アカデミー賞では、作品賞にノミネートされ特殊効果賞を受賞している。1959年に心臓疾患のため死去。カリフォルニア州ハリウッドのハリウッド共同墓地に埋葬された。第二次世界大戦後、 アメリカや西側諸国を席巻した諸位、赤狩りの中、デミルはその進判として積極的に働き、ハリウッドブラックリストの作成にも大きく関与した。一方、元々保守派、愛国主義者で知られる映画監督ジョン・フォードは赤狩りの影響を全く受けなかったが、当時の戦後特有の反動的な風潮や、それに盲信的に迎合するデミルの、こうした動き意味嫌った。 1950年、全米監督協会で評議員の立場にあったデミルは、映画の撮影中に関係者全員の政治的傾向について何か気づいたり、知り得た場合は包み隠さず、監督協会に報告するとの規定を設けるよ、提案し、自分に反目する当時の会長、ジョーゼフ・エルマン・キーウィッツがたまたま、ヨーロッパ旅行中で不在だったのを見計らい、 同調する、協会員を懐中するため画策し、これを通すとともに、会長を不信任案を提出。無論、マンキー・ウィッツ側も黙っておらず、フレッド・ジンネマン、ジョージ・スティーブンスらの支援を受け、デミル擁護派と、真っ向対立し、同年10月22日に緊急総会が召集された。深夜まで紛糾したこの席上、それまで態度を表明していなかったフォードが発言。 私の名前は、ジョン・フォード、ウェスタンを取っているものです。アメリカの観客全員がデミルをどれほど深く愛しているかはよく存じている。と、皮肉に富んだ挨拶の後、デミルを凝視しながら、だが、デミルの発言と今夜の振る舞いは気に入らない。私としてはマンキーウィッツに、信任の一票を投じたい。そして早く、家に帰って眠ろうじゃないか。みんな明日には、 撮影を控えているんだろう。と、名指しでデミルを非難。普段寡黙なフォードの一言は大きく影響し、マンキーウィッツの会長留任が採決され、デミルの提案は却下。協会評議員の地位を追われる結果となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。